ヒョードル・ドストエフスキー、ヒョードル・ミハイロビチ・ドストエフスキー、1821年、11月11日、ユリウス歴10月30日、から1881年2月9日、ユリウス歴1月28日は、ロシアの小説家、思想家である。代表作は、罪と罰、白地、悪霊、カラマーゾフの兄弟など、レフトルストイ、イワンツルゲンレフと並び、 19世紀後半のロシア小説を代表する文豪である。その著作は、当時広まっていた、理性万能主義、社会主義思想に影響を受けた、知識階級、インテリの暴力的な革命を否定し、キリスト教、ことに聖教に基づく魂の救済を訴えていると、される。実存主義の先駆者と評されることもある。反ユダヤ主義者としても知られる。 モスクワの貧民救済病院の医師の次男として生まれる。15歳までモスクワの聖火で暮らす。17歳の時にサンクトペテルブルク陸軍中央工兵学校に入学。卒業後に勤務した工兵隊製図局が肌に合わず、約1年で退職し作家を目指す。工兵学校生、作家時代を送ったサンクトペテルブルクは物語の舞台として数々の作品に登場する。 1846年、諸女作、貧しき人々を、批評家のビッサリオン・ベリンスキーに、第二のゴーゴリと激賞され、華々しく作家デビューを果たす。デビュー前のドストエフスキーから直接作品を渡されて、読んだ詩人ニコライネ・クラウソフが、感動のあまり夜中に、ドストエフスキー宅を訪れたという逸話は有名である。デビューこそ華々しかったが、続けて発表した、ビアクや、 二重人格は国標を持って迎えられる。その後、ミハイル・ペトラシェフスキーが主催する空想的社会主義サークルのサークル員となっため、1849年に関係に逮捕される。死刑判決を受けるも、重殺刑執行直前に皇帝ニコライ一世からの特赦が与えられて、この一連の特赦は全て仕組まれたものであった、シベリアに流刑へ原型となり、 オムスクで1854年まで服役する。この時の体験に基づいて、後に死の家の記録を表す。他にも、白地などで死刑直前の囚人の気持ちが語られるなど、この事件は、以後の作風に多大な影響を与えた。刑期終了後、兵士として軍隊で勤務した後、1858年にペテルブルクに帰還する。この間に、 理想主義者的な社会主義者から、キリスト教的人道主義者へ、思想的変化があった。その後、罪と罰を発表し、評価が高まる。自身の賭博にのめり込む性質、シュベリア流刑時代に悪化した持病の転換、即答用転換の一種と思われる、甲骨感を伴う珍しいタイプの転換などが、創作に強い影響を与えており、これらは重要な要素として、 しばしば作品中に登場する。賭博好きな性質は必然としてその生涯を貧乏生活にした。借金返済のため出版社との無理な契約をして締め切りに追われる日々を送っていた。あまりのスケジュールか密つさのため罪と罰、賭博者などは口実筆記という形を取った。即帰係のアンナスニートキナは後にドストエフスキーの二番目の妻となる。 また、小説以外の著名作に、作家の日記がある。これは、本来の日記ではなく、雑誌、市民でドストエフスキーが担当した、文芸欄、後に、個人雑誌として独立であり、文芸辞表、トルストイ、アンナカレーニの絶賛、政治、社会評論、時事評論、エッセイ、短編小説、講演原稿、プーシキン論、宗教論、 熱狂的なロシアメシアニズムを唱えたを含み、後年ドストエフスキー研究の根本文献となった。ドストエフスキーは、作家の日記で、ユダヤ人を批判する反ユダヤ主義的な主張を死去するまで繰り返し、また、アーリア民族を賛美した。晩年に、自身の集大成的作品、カラマーゾフの兄弟を脱行。その数ヶ月後の百八十一年一月十八日、 家族に見取られながら亡くなった。ドストエフスキーは多くの女性たちと複雑な恋愛関係を持ったが、それは直接的にも間接的にも作家活動に影響を及ぼした。最初の妻マリアは既婚であり、後の恋人ポリーナスースロワとの交際も屈折したものだった。二番目の妻であるは火星を見るだけでなく、ドストエフスキーの即帰役でもあるが、 彼女たちはただ電気の中に現れるばかりでなく、小説中の登場人物のモデルとも考えられている。ドストエフスキーは回収ユダヤ人のブラフマンによる反ユダヤ主義の書物、カハルの書から影響を受けた。1873年以降はユダヤ人への攻撃が激しくなり、ドストエフスキーは死去するまで反ユダヤ主義的な発言を繰り返した。 1873年にドストエフスキーは、ロシア民衆が飲酒で堕落したままであれば、ユダヤ人たちは民衆の血をすすり、民衆の堕落と屈辱を自分たちの糧とするであろうと、し、農村はユダヤ人に霊属させられた小事きの群れとなると警告した。1876年には、ユダヤ財界人が自分たちの利益のために、濃度性の復活を目論んでいるとし、 ユダヤ人がロシアの土地を購入するとが安利を戻そうとして、たちまち土地の資源が枯渇されるということに義を唱えれば、ユダヤ人は市民道権の侵害だと騒ぐだろうが、それはタルムード的な国家内国家の重視であり、土地だけでなくやがては百姓も消耗させられてしまうと、したら道権も何もあったものはないと反論した。他方のロシア国民は、最近のいまわしい堕落、物質主義、 ユダヤ気質、安酒に浸るという生活にもかかわらず聖教の大義を忘れなかったと称賛した。同年10月には、ロシアの民衆の間では無秩序、踏み持ち、安酒、機能不全の自治制度、農村を食い物にする高利貸し、そして、十、ユダヤ人が君臨しており、金があれば何でも買えるという歪んだ不自然な世界観の持ち主である。人長者は儲けになれば、 ユダヤ人とも結んで、誰でも裏切り、愛国心がなく、教育啓蒙で武装しているロシアの知識人は、ラーシー取引所的堕落の時代における、物質主義の怪物を撃退できるが、民衆は、すでにユダヤ人に食い入られたと診断した。八百七十六年十二月にはロシア、知識人には、ユダヤ化した人々がいて、経済面からのみ、戦争の害を言い立て、銀行の破産や、 商業の停滞で人を脅迫し、トルコに対してロシアは軍事的に無力であるなどとバリするが、彼らは当面する問題の理解が欠けていると批判した。1877年3月ドストエフスキーは無神論者のユダヤ人からの抗議への反論、ユダヤ人問題を発表した。高級なユダヤ人に属する抗議者は無神論者というが、エホバを放棄するとは罪深く、 神のいないユダヤ人など想像もできないし、自分はユダヤ人を民族として憎悪したことはない。また自分がユダヤ人をじーとじゅうと呼ぶことは侮辱ではなく、一定の観念であり、言葉に腹を立てるのは良くないとした。また、自分はこれほどの攻撃を招くような反ユダヤ的論文は書いていないし、この抗議者はロシア国民に対して傲慢であり、この告発における月光こそ、 ユダヤ人のロシア人間を鮮やかに物語ると論した。そもそもユダヤ人とロシア人が離反している要因は、双方に責任があるし、ユダヤ人のように、これほど絶え間なく、歩けば歩いたで、口を開けば開いたで、自分の運命を訴え、自分の屈辱を、自分の苦悩を、自分の受難を嘆いている民族は、世界中を探しても、確かに他にはいないとし、ユダヤ人は、虐げられ、 苦しめられ、侮辱されているというが信用できないし、ロシアの庶民は、ユダヤ人以上の重荷を背負っている。それどころか、濃度性から解放された、ロシアの庶民に対して、昔からの金貸しの号で、獲物に飛びかかるようにして、真っ先に、彼らに飛びついたのは誰であったか。ユダヤ人は、ロシアの力が枯渇しようが知ったことではなく、死体だけのことはやってのけて、いなくなってしまったと述べた。 ユダヤ人がこれを読むと、中傷、嘘だと主張するだろうが、アメリカ南部でも、ユダヤ人は解放された黒人に襲いかかり、金貸し業で彼らを掌握したのだと述べた。また、ユダヤ人は、国家内国家を長い歴史の中で守ってきたとして、その理念の本質を、諸民族より入れて、自らの個体を作るがよい。今日からはお前は、神の元に一人であるとわきまえて、 他の者たちは根絶やしにするもよし、奴隷にするもよし、絞り取るのも自由である。全世界に対する勝利を信ぜよ。すべてがお前にひざまずくものと信ぜよ。すべてを厳格に嫌をし、生活においては何人とも交わってはならぬ。たとえ自らの土地を失い、政治的個性を失い、あらゆる民族の間に離散するようなことがあろうとも、変わらず、お前に約束されたすべてのものを、 永久に死んぜよ。すべては実現されるものと死んぜよ。しばらくは生き、剣をし、団結し、搾取し、待つが良いと描写した。こうしてドストエフスキーは、ロシア人は、ユダヤ人への怨恨などは、持っていないが、無慈悲で比例な、ユダヤ人は、ロシア人を軽蔑し、憎んでおり、ユダヤ人は、ヨーロッパの取引市場や金融界に君臨、国際政治、内政、 道徳までも自由に操作し、ユダヤ人の完全な王国が近づきつつあるとし、ユダヤ教は全世界を掌握しようとしているというユダヤ陰謀論を展開した。また、農村共同体がユダヤ人の手に渡れば、濃度性の時代やタタール侵入の時代よりもひどい時代となるとした。その上でドストエフスキーはキリスト教の教えに基づき、 ユダヤ人の権利拡張に賛成しながら、うぬぼれで傲慢な、ユダヤ人はロシアに対して寛大であるべきで祖国、ロシアのために尽くすべき、もしも、ユダヤ人が、ロシア人への嫌悪と偏見を捨て去れば、お互いに、兄弟愛で結ばれる、しかし、ユダヤ人に、友愛的団結を行う能力はあるか、と述べた。1876年7から8月には、 ロシアがクリミアを獲得しなければユダヤ人が殺到してしまうとドストエフスキーは危惧した。1877年4月にはヨーロッパで2世紀もロシアを憎んでいる何千何万のヨーロッパの銃とその連中と一緒にユダヤ化している何百万のキリスト教徒はロシアの宿敵であるとした。1877年にはオスマン帝国のコンスタンティノープルを征服して キリスト教の教会を解放するために十字軍を派遣すべきであるとし、ロト戦争の開戦直前の3月には、コンスタンティノープルは、ロシのものになるべきだと主張した。1877年9月、ロト戦争についてドストエフスキーは、ロシアがスラブ的理念を放棄して、東方キリスト教徒の運命の課題を解決せずに、投げ出すことは、 ロシアを粉々に解体して絶滅させることだと論じ、ロシア国民は、ユダヤ人や相場師たちの支柱にあって、ガルバーに電気を通じて、ピクピク動くような死骸ではなく、自分の自然の使命を遂行しつつ、間の生きた生活を生きる国民でなければならないとし、もし、ロシアが、この戦争を始めなかったならば、自分で自分を軽蔑するようになったことだろうとして、戦争を指示した。 同年11月には、コンスタンティノープルをトルコ人放逐後に自由都市にしてしまうと、全世界の陰謀者の隠れ家となり、ユダヤ人や陶器人の餌食となるというスラブ主義者ダニフスキーの見解を卓越した正しい推論と称賛した。1879年のカフカース地方の区体市での儀式殺人裁判についてはドストエフスキーもユダヤ人に疑念を持った。 1879年夏、ドストエフスキーは、ドイツの保養地、バート・エムスに療養で訪れた際に、当時客の半分は、ユダヤ人であり、ドイツとベルリンは、ユダヤ化されてしまったと友人のロシア州務委員長、ポベノスセフに報告している。これに対して、ポベドノステフ州務委員長は、ユダヤ人は全てを侵略し、蝕んでいますが、この時代の精神が彼らに有利に作用しているのです。 ユダヤ人は社会民主的運動やツアーリ暗殺運動の根幹に、一し、新聞、雑誌を支配し、金融市場を手中に収め、一般大衆を金融面での冷蔵状態に追い込み、今ではロシアの新聞はすでにユダヤ人のものになっていますと返信した。死の直前の1881年1月には土地を領有する者は鉄道家や実業家や、 銀行家やユダヤ人でもなくて、誰よりも農民であるべきだとし、農民は国家の核心であるとした。ドストエフスキーは、小説でも、ユダヤ人を描写する際には、反ユダヤ主義的な表現を用いた。死の家の記録では、ゴーゴリのユダヤ人描写を模して、ユダヤ人と京州ブムシテインを、羽をむしられた鳥として滑稽に描いた。なお、この、 羽をむしられた鳥としてのユダヤ人のイメージは、シチェドリンのペテルブルグのある田舎者の日記や、チェーホフの荒野、バーベリの騎兵隊1926でも描かれた。悪霊では、回収ユダヤ人リアームシンは、政治活動家による暗殺に加わるが、最初に警察に犯行と共犯者を自白する、臆病者として描かれる。ただし、この小説では、 ユダヤ人だけが貶められているわけではない。未成年の主人公は、大金融業者ロスチャイルド家を目指す。小説、カラマーゾフの兄弟では、肉欲と物欲のゴンゲであるフュードルが、ユダヤ人が多く住むオデッサで、ユダヤ人によって金を稼いで貯め込む才覚を磨いたと、し、このユダヤ人は、金貸し業者であったとされる。また、儀式殺人で快楽を引き出す。 ユダヤ人について描写した。ドストエフスキーは、ユダヤ人による儀式殺人について、ブイダーリユダヤ人によるキリスト教徒少年殺害とその地の利用について、ルスタンスキー、ユダヤ人セクトが宗教的目的でキリスト教徒の地を利用する問題について、フボリソン、ユダヤ人は、キリスト教徒の地を用いるか、1879、などを読んでいた。 1880年8月にドストエフスキーは、スラブ主義や西欧主義は間違っていると批判し、偉大なるアーリア人種に属するすべての民族を全人類的に再結合することは、ロシア人の使命であり、すべての民族をキリストの福音による掟に従って、完全に兄弟として和合させ、偉大なる全体的調和をもたらすと主張した。ドストエフスキーによれば、 大衆法規パリコミューンは、理性と経験、実証主義によって、世界を新たに作り変えようとする無双都市、1873年の現代の疑瞞の一つでは、有産階級を倒し無産階級を、社会の髪型へ押し上げようとする、政治的社会主義とは略奪の願望だとした。また、古い社会を打ち壊して実現するのは、とてつもない暗黒、ものすごいカオス、恐ろしくそやで、 盲目的で、非人間的な何者かであり、そのあまりのひどさに人類の呪いを受けて、その建造物は完成する前に一切、崩れ去ってしまうことだろうと述べた。死去するまでに残した著作は全部で35編で、短編も多く出している。十、題名に、を付けてある作品は、作家の日記に収録された短編。日本語版の全集刊行は、 対象に新庁舎た三社で、昭和戦前は、三笠書防で、昭和戦後は、米川正夫役が、カーデ書房防より二度、千熊書防で、小沼文彦役が、新庁舎で、江川拓、原拓や、川端香里、小笠原豊木、工藤誠一郎、木村博史等の訳が出されている。ミハイル・バフチンは、ポリホニー論やカーニバル論により、ドストエフスキー研究に、 新たな境地を開いた。作家アンドレ・ジードは、地下室の手記が一連の作品を解く鍵であるとした。レオニード・グロスマン、1888年から1965年は、その作品が冒険小説的構成をとっていることなどを指摘した。他に、トマーシュ、マサリク、ビクトル・シクロフスキー、ニコライ・ベルジャーエフ、ロマーノ・グアルディーニ、パーベル・エフドキーモフ、 江川拓タクラがいる。ドストエフスキーの反ユダヤ主義については、レオニード・グロスマン、ディ・ゴールド・シュテイン、ゲイリー・ローゼン・シールド、ジョセフ・フランク、アイリーン・ケリー、スーザン・マクレーノルズ、ハリエット・ムラフ、中村・健之助などの研究がある。中村・健之助は、ドストエフスキーの反ユダヤ論は、全く独善的で、社会評論とは言えない。被害妄想的。 かつ古代妄想的である。多弁であるが、論拠も霊障もあるわけではない。ドストエフスキーにあるのは、ロシアのすることはすべて正しいという固定された視点、あるいは激しい思い込みだけであると批判している。また、1880年のプーシキン記念公演を、ロシア国民には、大いなる使命が与えられているという先民思想の宣言であったとする。ゲイリーソウル・モーソンは、 ドストエフスキーの反ユダヤ主義は彼の哲学的社会的宗教的な信念の中心をなす部分と密接に結びついていると断定している。ドストエフスキーは文学者以外の著名人からも高く評価されている作家である。ドストエフスキーの反ユダヤ主義とアーリア主義は信奉者に影響を与えた。ポリーナ・スースロアの夫バシリー・ローザノフはドストエフスキーを尊敬し、 アーリア人の意向とユダヤ人の地の欲望について論じた。ドストエフスキーは西ロシアを第三帝国としなければならないと論じたが、ドストエフスキーの思想は第三帝国を表したドイツの思想家、メラー・ファンデン、ブルックやヨーゼフ・ゲッベスなど20世紀初頭のドイツ右翼知識人に多大な影響を与えた。ドストエフスキー研究者だったメラー・ファンデン・ブルックは ドストエフスキー全集を監修し、第一次世界大戦敗戦後のドイツ人に衝撃的な影響を与えた。アドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者党、ナチス政権で国民啓蒙、宣伝大臣を務めたゲッペルスは若い頃よりドストエフスキーの影響を深く受けており、ゲッペルスによればドストエフスキーは、 西欧に対する憎悪が彼の魂を焼き尽くしてしまうがゆえに書くのであり、我々は彼の後についていくとドストエフスキーの弟子を辞任した。ドストエフスキーは日本にロシア正教を伝え、日本ハリストス正教会の原型を築いたロシア人大主教、ニコライ・カサートキンに会ったことがある。ドストエフスキーはニコライと会うことを楽しみにしていたという。 当時の二人の会話にある彼のセリフは、ドストエフスキーの日本に対する見方と、政教伝道に対する姿勢が垣間見えれる貴重な判断量である。ドストエフスキーが日本文学に与えた影響は計り知れない。作品中での日本に関する言及としては、白地台一編の終わりの箇所で、ヒロインのナスター社の時期的な振る舞いを説明する。 比較的重要な場面において、比喩として、近代以前の日本の種族階級の切腹の風習が持ち出される。次女、ルボーフィドストエフスカヤは作家。ソ,ーソン・ドミトリードストエフスキーは、サンクトペテルブルクのドストエフスキー博物館に勤務。関東、早稲田大学、東京芸術劇場、関西、天理大学で2004年に来日記念公演を行った。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。